ハウス・オブ・フラワーズはマノロ・カーロによって制作されたメキシコの TV ドラマシリーズ。2018年から2020年にネットフリックスで配信された。聖火店を経営する上流階級の家族がとある事件をきっかけに次々と秘密が暴露され崩壊する様を描いたブラックコメディドラマ。2018年から2020年にかけて 全3シーズンと番外編1話の計34話が配信された。すでに崩壊寸前だったデラモーラ一家は、父親エルネストの長年の愛人の自殺によって混乱に陥る。この事件によってエルネストにもう一人隠された娘がいたことが発覚し驚く妻ビルヒニア、二人の娘パウリーナとエレーナ、息子のフリアンだったが、それは、 今後家族に解き明かされる一連の秘密のほんの一つ目に過ぎなかった。花々しい50周年パーティーを控えながらも、倒産寸前の聖火店、ハウス・オブ・フラワーズを建て直すために必死で奔走する。家族たちは、やがてそれぞれが抱える秘密に退治せざるを得なくなり、もがくほど混沌の渦に巻き込まれていくのであった。このドラマは、カジュアルな人種差別や、ゲイホビアなど、 メキシコの人々の文化的得意点を探る内容となっている。タイトルはそれぞれ花の名前と花言葉になっている。あらすじは公式ページに過失修正を加えたもの。したたかで強烈な個性の持ち主だった母ビルヒニア。そんな彼女だから、その葬儀も忘れられないとんでもない1日に。ハウス・オブ・フラワーズは2017年1月に制作が発表された。 シリーズのプレスリリースは2017年7月24にスタート。ラテンアメリカで撮影されているネットフリックスのプロジェクトの一つでマノロカーロが制作、監督を担当している。本作で主演、ビルヒニア役を演じたベロニカカストロは2018年8月にキャラクターとしての旅は終わったと感じ、第2シーズン以降に彼女が登場しないことを示唆した。 制作のマノロカーロは一週間後にその申し出を承諾し、彼女の退場は残念だが、前から予想されていたので既存の脚本は変えていない。新シーズンはデーラ・モーラ家の子供たちに焦点を当て、よりクレイジーで楽しいものになるだろうと表明している。2019年1月の段階では、第2シーズンの配信開始は2019年10月頃と予定されている。 エレーナ役のアイリーン・ガルベスは、2019年4月29日、この作品のシーズン2の撮影がすべて終了したことを、自身のインスタグラムで発信した。いくつかのシーンはスペインで撮影されたことが分かっており、スペインを旅するシーンがあるのではないかと予想されている。原案、脚本、監督として総括するマノロカーロは、2019年5月に、 ネットフリックスと数年間の独占契約を締結したと発表。新しくいくつかの作品を制作開始した。decider.com ライターのケイラ・コブはこのドラマをメキシコ版デスパレートな妻たちと称賛した。また、リファイナリー29とポップシュガーの西からも高評価を受けている。長女パウリーナ役を演じるセシリアス・アレスは 彼女のパフォーマンスを繰り返し賞賛されている。2019年のプラチノ賞 t v シリーズ部門にノミネートされている。また、セシリア・スアレスが同賞の t v シリーズ最優秀女優賞を受賞した。シリーズの予告編は2018年6月12日にリリース。2018年8月10日からットフリックスでシーズン1全13エピソードが配信され、 日本でも視聴できる。2019年にはシーズン2が2020年にはシーズン3がそれぞれ制作、配信されることが発表済みである。ハウスオブフラワーズ i m d b ハウスオブフラワーズネットフリックス公式ページありがとうございます。